はい、皆さんこんにちは。片岡真理子です。あら、これ気になります。そうなんです。今日ですね。あのずっと頑張ってくれてたんですよね。コロナの時期までうちのブロックたちが休暇届が欲しいって、先ほど連絡が来ましてですね。休暇していただいてます。で、今日はですね。代行に来ていただいたのがこの子です。何するかって、今日はブロックを使わなく。 使わないで美しくなるヨガコント始めていきたいと思いますどこを美しくもうこれもさらなるとつけたいここですよもう見ていただきました某有名な芸能人の方も椅子の座り方からいろいろなことを学んでいただいたと思うんですけどこれをさらにああさらにもつなげたいそして今日のはですねあの二の腕も 結構いっっちゃううかななていう感じのポーズになりますよ背中の肉もすっきりもうメインはこのラインなんですけどついで背中も二の腕もきれいにしちゃうぞアンド最近始まったシリーズですアーサナシリーズですアーサナも練習上手になるぞっていうのをやりたいと思います今日はですねバックベンドですねウールドバ・ダヌル・アーサナ 別の言い方しすればチャクラーサナあ案外ヨガのポーズ知ってるんですよねと思ってる方あそうなんです結構好きなんです、えー、仕事で依頼が来ないだけ私に求められるのはコントですからでも今日は真面目に私も毎日ヨガの練習してますこれだけは必ずやってるのが太陽礼拝とバックベンドだけは休みませんほんとほとんど360日ぐらいそれだけはやるようにしてるんですけどそれで、えー、安全にやるやり方を今日お伝えしたいと思います 私滑り症脊柱管狭窄症、えー、あと仙腸関節炎、えー、それから股関節の形成不全それから出産時のトラブルでちょっとずれちゃってるんですねでそれも含めてバックベンドするのって滑り症があると危険って言われてるんですけどそれらを全部乗り越えて練習しししたた方法を自分ではみ出しましたそれが今からやるエクササイズです。 これは、ね、別名チャッキープレイって呼んでるんですけどみんなチャッキーがわからないトロール人形もわからないじゃあしもしももわかんないこんなでかい携帯電話がわかんないっていう人はさ検索してみましょうチャッキーチャイルドプレイ、えー、貞子でも結構なんですけども髪の毛がトロール人形みたいにハーってなるエクササイズです。それをまず,まず、ね、用意するのは、ね、手ぬぐいかあのなければですね バスタオルでも何でも結構なんです。これをこれ滑るかまずね。大事なのはですね。滑るかチェックです。これ滑るかチェックしましょう。はい、滑るチェックオッケーとなりました。ですね。滑らない時用にこれを置いときましょうね。これをですね。マットも使わない。これはですね。残念なお知らせがありまして、絨毯の方畳の方できません。 だから必ず床を探されるか、こうなに言って床を買われるといいと思います。意外に販売してますからね、これを機にご購入いただければと思います。そしてこれを置くと、肩のね、背中全体、ちょうどね、心臓のあたりに置きます。これ、私のももの後ろ、ハムトレでやってるんですけどね、でこの状態で、よいしょ、コ骨をぎゅって上げるのはですね、私は実は推奨してない歯ですけど、フラット、ニュートラルポジションと言います。 と言いますおへその下の骨、このね、もり塩みたいなとここれをもり塩にしないように、ハウスって言ってちゃうとこ、ね、もう戻してやってください。この状態でですね、歩いていく体操なんですけど、簡単そうに見えたでしょ、やってみてください、猛烈にももの後ろが張ります、そのはですね、必ずももの後ろ、激しくなくてもいいですから、自分なりに、よいしょ、しょって、ももの後ろですね。 伸ばしてください。さあ、もう一度いきます。これが上手にできるまでやってくださいね。で、これね、あのうまくいかないやで体が横にぐらぐらなるんですけど、できれば私がやっているようにですね、体が左右にぶれないように、よいしょ。できるだけまっすぐの状態でいきます。これを繰り返すと、よいしょって歩くとバックベンドしやすくなります。これタオルでちょっと今滑るんですけど、よっこいしょ。 ではこの服ちょっと高級品なんですあわかりましたボえっ、ー、とママレモンえルルレモンの服なのであんまり痛めたくはないんですけどちょっとタオルがあるとやりにくいのでこの状態でじゃあやってみますねこれでズル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 と歩きながらやるといきますだ胸骨が辛い方っていうのはあのー、あんまり胸をギュってやったら肩痛めますから逆に言ったら今みたいに歩く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 でやると。 足に重心が乗るから肩が楽ですまずここかららら始められたいいいいと思います柔らか方は確かにこうやって足をギュッて伸ばしたら曲がると思うんですけど私はこれ背骨の病気でできなくなったので私はこうやってバックベントしてましたただ足がしっかり強くなるとここで重心が乗ってくれますそうすると体は上がりやすくなってくれますつまり足をしっかり使えば呼吸もしやすくなります そして何より目指すは、ビキャクです。足をこっち向いてビーって言ったら、こっち使うようになりましたから、こっちがあんまり膨らまなくなって、こっちがもりとなって、シュッ、プリン、キュッてなりますから、 どんなに体の硬さで悩んでいても足がきれいな方が楽しいと思うんです。プラス硬いなりにやりやすくなりますので、ぜひ硬さで悩んでいる方、もの後ろの肉取りたいぞって思っている方は今みたいにこうやって歩いてみてください。一点だけ気をつけないといけないことがあります。家族が見ると怖い。 人に見つからないようにされてくださいね。だこうって思われたらね、もう終わりです。特に独身の女性の方ね、決して人に見せてですね、根拠を失わないようにお気をつけ遊ばせ。それでは皆さん、また会いましょう !See you!